ふう、さあやっていきましょう。今回やっていくのはこちら、クターのエコ2です。エコツーリズムじゃないよ、エコ2です。エコと CO2 がかかってるんですね。まあ7月に入りましてね、レジ袋の有料化なんてのが始まりまして、エコなんだかエコじゃないんだか、エコというよりむしろエコノミックなのではないかなと思ったりするもんですけども、はい、まあ海洋汚染を抑えるっていう意味でのエコなんでしょうかね。こっちのエコはね、違うエコなんです。エコはエコでも CO2。 まあちょっとあらすじ読んでいきます。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、協力装置で CO2 をガンガン吸い込む驚異の無表情キャラクター。サミットが終わった洞爺湖でクターが温室効果ガスを吸い込んでエコしちゃうぞ。牛のゲップや取り付けのクターたちが温室効果ガスをバンバン排出するので、冷静かつ迅速に協力化掃除機で吸い込もう。ガスが画面の上に消えてしまうとガスのバーが少し増えてしまう。バーが満タンになってしまうとゲームオーバーだと、そういうルールのゲームなんですけども、ここの中でね、サミットが終わった洞爺湖でっていう、そういう一文が出てきます。サミット、何のサミットって思いますよね。これあれ10年とかじゃないですね。もっと昔の前にあったこの洞爺湖サミットですね。北海道でやった洞爺湖サミット。洞爺湖サミットってもうね、いつだろうなっていうぐらい昔の。生まれて、下手したらこの動画見てる人分かんないんじゃないかな。生まれてないんじゃないかっていうぐらい昔のね、サミットにちなんで作られてるんですね。このゲームがね、面白い。しかも、この最初に出てくるギガ連射っていう、ギガ連射っていう会社はこのクターのゲーム作ってるんですけど、この会社本社が、北海道なんですね。札幌かなんかに本社があったんじゃなかったかな。札幌じゃなかったかもしれないけど、まあ、北海道なんですね。北海道で、まあ、洞爺湖も北海道ですよね。当時、まあ、道民の方たちは、この洞爺湖サミットにこう並々ならぬ注目というか関心があったんじゃないかなっていうのが、当時を忍んで思われますね。喋ってます。じゃあランキング見ていきましょう。はい。ということで、もう なぜかもうすでにランクインしてます。これ、撮り直したんですね。ちょっと BGM が大きくて。BGM が大きくて撮り直したんですけど、一回撮ったやつが全然塗り替えられなくて、自分で撮った点が何回もであっても塗り替えられないので、もう 何回かこの喋りをしてんでペラペラって喋ってますけどもね。1位のこの一松っていう方の1939エコ、これはね上記を一致してます。何回やっても600ちょいぐらいしか撮れないんですけど、これで1900はちょっとどうなったのかわからんぐらい高いですね。びっくりするわ。じゃあやっていきますか。もうしこたま喋ったけど、始まったらもうあんまり話す余裕ないですよ。結構忙しくて。ちょっとドキドキする。喋りもね、冷静に喋れる状況じゃなくなってくるんで。ふぅ。ふぅ。よし、よし、行くぞ、行くぞ。はい、せい。はい、レディー、ゴー。ルールは簡単。この牛とかが出す CO2 を、このバキュームみたいな掃除機で、吸っていくっていう、そういうシンプルなゲームでございます。あれムーンウォークしてるな、後ろの黒いやつな。でこれ見たら分かると思うんですけど、温室効果ガスって言っても CO2 以外のガスも出てますね。実は温室効果ガスって CO2 だけじゃないんですよ。ここに出てる緑色の CH4 メタンガスや、青色で出てるH2O 水も温室効果のあるガスと言われてますね。まあ、地球上に占める気体の容量というか、容積で言えば CO2 がまあ一番多いんで、まあそれはもちろんその温室効果の 1分子あたりの効果で言えば低いのかもしれない。低くても量が多いので、総量が多いので影響があるっていうのが CO2 なんですね。まあ理科とか高校の理科とかでね、高校の受験とかで温室効果ガスっていうものイコール二酸化炭素ではないっていうことは、まあ、受験生はね把握しておいた方がいいんじゃないかなとは思ったりもするんですけども、水がね温室効果ガスということは、もちろんこう地球の温度が上がってくると水の蒸発量も上がってくるので、温室効果というか地球の温度はどんどん上がりますよね。水も増えるし、ロシアの永久凍土なんかもね、溶ければメタンガスが出てくるって言うんでね、メタンガスによる温室効果のアップもあったりするんじゃないでしょうかね。よし、超えてる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 、いけてる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 、あーもうダメだ、忙しくて忙しくてもうダメだ、ダメだ、ダメだってこんな。でもよくやったよ、5位だ。
厳しい。いやー、すごいな。すごいよ、すごいやれた方だけど。いやー、表彰台に登れなかったな。5位止まり。まあでもこんなもんでしょうね。いやー、まあね、地球温暖化、少しは考えてみましょう。まあだからといってね、自分がどういう活動、行動をするかっていうのは自分に委ねられてるんでね、ある程度は気に使ってもいいけど、そればっかりに気を取られても何なのかなって思ったりもするし、まあね、CO2 がうんぬんで、そんなに、こう、なんて言ったらいいのかな。結局 CO2 の量が低いと、二酸化炭素がね、少ないとね、植物への生育は悪くなるんでね。地球の温度が上がることは絶対良い、いいことではないんだろうけど、まあ、CO2 が全てその原因になってるかっていうと、まあどうなのかもな、わかんないなっていうところもあったりもします。まあ環境問題結構複雑なんでね。ただまあ、関心を持つってことは大事なんでね。皆さん、こう、それをこう、棚に上げて、知らないふりするんじゃなくて、そういうふうな問題は常に地球上に起こってるということを考えて、ね。地球が温暖化して、海の上の氷が溶けると、アザラシが乗っかる。流氷がなくなってしまう。みたいな。はい。まあ、どうでもいい話か。じゃあ、まあ、今日こんなところで終わりましょう。ほいじゃあ、また、次のクターの、また次もクターあげますよ。またクターやります。次のクターでお会いしましょう。ほんならまた。